一番攻撃のね、圧電機の要だったエレン・リブリー失ってかなりきつかったけど、でも、ちょうど釣られた位置に発電機があって、一緒に回したから、何やってんだ俺も。いや、もう危ないよ、後ろ見ろよ。100% 来るぞ。見られてるかもよ。おかしいだろ、信用しないって。いやでも、モレルが回してねえんだよ。だよな。いける。私は回避しますよ。相手が分かんねえからな。てか何者か分かんない状態だったから、出た方がいいに決まってんだろ。これ何、手鏡とかじゃないよね。何これ。学校して違うわ。相当近いが。リスクを背負ってもチームどっちや。来てるってことか。こっちデリルに伝えなきゃ。やつは来てる。終わった。よし、シェリル来るぞ。チームは大切だ、安心しろ。俺は10番、チームのエース。状況判断を正しくしてチームを勝ちに導かないといけない。立て直せる、まだ大丈夫だ。エースの誇り、誇りがないやつはエースにはなれない。勝負をかける、大丈夫だ。ここを回せば、ただ気をつけないといけない。今日おとり剣を脱出する道を選ぶ。よし、いける、よし。いけない、これは。多分。で、待て。なんでだ、これ。やめよう。柔軟に考えよう。たどり着く。レルは切っていい。仕方がない。そこが発電機回ってなければ、そこ回す。理由はここを 0.5、0.3 回す。だろうな、回せなくなってる。大事なのは、モレルが言ってくれなければもう終わり。
ここ 0.5、向こうも 0.3 くらいだったっけ。 0.5 したいんだわ。本当は回してくれればいいんだけど、一人もうシェリルは逃げて、もうトレールは無理しないでね。ここ回すから頑張って、うまくいけたら終わった後に行ってくんね。ここ回、これがヒロちゃんの神業だから。あ、無理しなくていいよ、絶対無理しないで。シェリル捨て、ないかな。取れる。入ってくればいいのにね。これがロスなんだよね。どうやって出してくるの、僕ら。びっくりした。こいつやっぱりこうだよな。これがヒルちゃんデッドバランス。これはチキンプレイヤー絶対いかねえ。チキンだから発電機回した、逆に言えば。うん、絶対いかない。行ってるやつはもう行ってる、絶対行ってる、もう治療行ってる、もう 200% 行ってる、行かないやつだから。こいつは絶対脱げると確信してるから期待はしてない。振られたやつ絶望だろうね。うん、よし、勝った。ヒロちゃんの凄さ。これがもう、ヒロちゃんのもう、すごい、あれだよね。圧倒の攻撃力。うん。ノラモブは、救助行く。二人も三人も。使えるやつはもう、次を視野に入れて、五代目をもう視野に入っていくから。四代目は、もうほぼ回るだろうっていうのを想定して、五代目は、50% ぐらい回しときたいっていう。より価値格を生むっていう。ほんとこいつ使えねえよな。ゲートも開けないんだよ。人を救わねえのに、治療も行かないのにゲートも開けないっていう。離れ技よ、もう。驚くよ、俺、もう。行かないんだったら、救助行かないんだったらゲート開けろって話だよ。こんなのばっかりだろ、さっきのクレアも、こいつも。うん。スネオみたいな奴らばっかりだから。だって君が一番近いはずだぞ。俺よりも。うん、だって救助行かないんでしょ。行かないんだったらなんで何やってんだって話なんだよ。隠れてんだよ、多分。多分行ってないと思うよ。うん。スティーブ・ハリソンのね、視点が見たい。本当に。本当、俺、マジで見たい。多分ほとんど行ってないと思うよ。近くまで。うん。うん。普通の人はね、行きます。イラネストも行きます。でね、邪魔になるんです。まあ、勝ったのは私です。神業でまたも勝つという。うん、ヒロちゃんがいればチームは勝つ。円滑に物事を進めるっていう。もう王道ですよね。王道パターン。まあ、これができませんよね。普通の野良はね。野良はできません。本当に。驚きます。それが野良です。ああ。